はい、どうも、おはようございます。速化軸の久保です。え、今日ですね、1月18日、朝6時半ですけども、昨日、今日とね、あんまりうまくいかなかったですね。テクニカル的な解釈はあっていたんですけども、ただ、ミスっているところもあってですね、今日はそのことをお話して、これからの展開につなげていこうと思います。まあ、まずはね、デイリーを見ていただいてますけども、こちらの方で、右肩下がり、つまり、下下げ圧力があるのは、これは同じです。 ただしですよ、チャンネルラインをこう引いたときに、この下下げ圧力に合わせてトレンドを右肩下がりに書いてるときでも、セカンダリトレンドはあるわけなんですよね。こういうふうに上がってる瞬間っていうのは、上がってる瞬間。だから、上がってる瞬間に自分がいるのか、それともトレンド通りに下がってるところにいるのかってことは、現状認識きちんとしないといけないですよね。もちろんあセルで 入れたたんだけども上昇しちゃったセカンデトレンドだったと思って長い時間眠らせることができるね玉をホールドできるまあ単力と資金力があればほっとけばまた回復して下の方に向かうときに結局含み依存が含み益に変わるってことがあるんですけども基本的に一日のうちに決済して勝負をつけるのがこのあのねあのなんですかねデイリー取引ですからうんだからね デイトレードかデイトレードですからあの日越しのポジションを持つっていうのはあんまりお勧めできないですよね、うん、そういう意味で言うと一日のうちに勝負をつけないといけないっていうのが前提のトレードはこの月曜日火曜日はうまくいってなかったってことになりますはいじゃあ4時間の方行きましょうか4時間の方でこれはその通りだなと思うのが上から降りてきた値動きがまあ 高値圏ではないにせよダブルトップを用いることによってはっきりと下落が起きたわけではないんですが一回組み上げた後にこういうふうなねダブルトップを成立させるっていう動きがあったってことですよね、まあ、これを正確にはダブルトップって言わないんですよまあダブルトップではあるんですよこの瞬間的に見たただダブルトップって高値圏でダブルトップだから大きく下に動くわけですからねヘッドアンドショートも同じですけどもそこを一色単にしないように今回改めて確認しておきましょう まあともあれ4時間でも結局は右肩下がりになってるんですよただ瞬間的な上昇っていうのがあるのとあの月曜日火曜日最大のミスですけどもミスっていうかねここは見とかないといけないところだったんですけどもこれは横ばいってことなんですよね1時間の方見ていきますよこの反省をしっかりすることが大事ですよ今回倍で入ろうとセルで入ろうともう両方とも損失を出してる人の方が多かったはずです私も倍で損失しましたけどもセルだから正解だったかというとそうではないんですよじゃあ何なのかっていうとレンジでしょこれは ね、横ばいになっちゃったんですよこの横ばいの視点をついつい軽んじてしまったってことですというのが全時間軸右肩下がりっていう瞬間あんまりないんで甘く見たってところが一点ありましたその上で上昇を仕掛けているところだったんでここにネックラインを置くのも間違いではないんですよただしブレイクして上の方に大きく抜けるって思っちゃったのが考えすぎってことですよね横ばいが候補に上がらなかったっていうのが月曜日カーの敗因ですですんでね これほどはっきりとトレンドが分かっている時でも横ばいっていうのを常に候補に入れとかなければ大きなミスをしてしかも多分ねこのミスに今日気づかなければ今週全負けになる可能性が高かったわけですよそういう意味で言うと今気づけてよかったなと思います今日水曜日ですからその横ばいレンジオプションで戦略を練り直してこっから改めて勝負をしようかと思います今ざっくりと見ましてレンジオプションの上程が129.055でしょ で家庭が128円の170あたり、うん、正確にはこの金額そのものではないですけどもおおむねここの2箇所なんですよで正確にこれをもうちょっとね読み込んでいって大体上下の幅が1円ですからこれならレンジオプションはしっかり取っていけるのとブレイクアウトも狙えるはずですから今日はその1点だけやりましょうそれからね今日あらかじめ申し上げておきますけども細かく解説を挟むとちょっと逆に混乱すると思いますから 今日はね、もうどういう風な戦略を練るかを申し上げておきましたんで、今ね。ですから、次の相場解説、FX オリガルヒの方は、すみませんけど、夕方にさせてもらいます。はい。ということで、夕方まで、じっくりと時間を追ってですね、レンジオプションとブレイクアウト、この2点に絞ってやっていきましょう。基本に戻って、やっていくというところでございます。ただし、上手定、下手のプライスっていうのは、もうちょっと細かくね、15分足を見て、それぞれ決めちゃってください。はい。じゃあ、以上です。また、放送の方、お待ちください。